はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、ただいま本日はこちら文福飯店さんに来ております。僕の大好きな、いわゆるもう一つの実家ですね。こちらのお店さんではですね、昔からもう僕もみんなもお世話になっております。もうとんでもない量が出てくるね、定食屋さんとして大食い界では有名ですね。ただ最近ではこの大食いの人以外でもいろんな有名な YouTuber さんもいらっしゃってて、食関連の動画を見ない方でもご存知の方もね多いかと思います。今日は2024年になって初めての文福さんということで、田舎にね帰省した、そんな気持ちで今日はこの文福さんの料理を楽しんでいこうと思いますが、すでにもう目の前にあるもので多分完食はできません。確実に今日も無理をせずに持ち帰り前提でね、この料理を楽しんでいこうと思います。そしたら早速この出来たてですね、いただきます。もうちょっとですね、料理がありすぎてどっから食べ進めていいか、悩むところではございますが、ひとまずシューマイかな。いつもの定番ですね。このシューマイがねまた柔らかくて美味しいのよ。このシューマイからいただきます。うん、うまいな。いろんな料理いただいてますけど、個人的にはこのシューマイを食べるとこの文福飯店というお店に帰ってきたなっていうのは実感するんですけど、うまいな。やっぱこの馴染みの味っていうのは一番落ち着きますね。じゃあちょっとお肉料理もいただいてますんで、まあ、冷めてね辛くならないうちに出来たてを一品いっちゃいましょうか。まずはこちらポークステーキということで、うわうまそう。この照りつやですよ。うまっ、あうまっ、うん、あ甘じょっぱい感じで脂身柔らかくてうまいな。これは米ですね。うん、このポークステーキ一皿とラーメン丼に盛られたねこのご飯と、ここだけだったら大食いにとっても多分ちょうどいい大食いな量だと思うんですけど、それがな今日は何品もあるからな。うん、いやでもうまいな。あすごい、ありがとうございます。カレーパンが、はい、ありがとうございます。うわすげえ揚げたてだ。前回ね僕の動画でもいただきました、今このカレーパンが到着しました。これもね揚げたてでいただくと本当美味しいんですよ。ちょっとせっかくなんでこれ揚げたていっちゃいますか。触っただけでサクサク。これね結構パン大きいんですけど、中にねカレーぎっしり入ってまして、これ前回食べた時大好きだったんだよね。ちょっと熱いけど行こう。うん、うまっ、すごい、うまっ。ちょっとね噛んだ断面が映りますので、苦手な方は少し飛ばしてください。見てこのカレーパン、ぎっしり具材入ってますし、何よりもねこれお肉見えますか、角煮がねゴロッと入ってるんですよ。この角煮チャーシューっていうのかな、本当にほわほわ。うん、うまっ。やっぱうまいな。前回ねこれ自宅用に2つほどテイクアウトもしたんですけど、自宅でも大好評でした。確か予約制限はなるのかな、通常メニューではないんですけど、これ食べたいよって方は一度ね文福飯店さんの方にご連絡していただいて食べに来るのが確実だと思いますが、これねちょっと皆さんにも一回食べてほしいですね。うん、カレーパンがうまいの。うん、でも今日もちょっとお持ち帰りをさせていただくと思うので、煮込みうどんだったりお味噌汁ご飯、ここら辺のお持ち帰りできないものを中心に食べ進めたいんで、このステーキもねお持ち帰り前提で1枚は手をつけずにそのまま置いておきます。うん、あっ、またそう。これ何ですか？ビーフシチュー。あ、ビーフシチュー。これがラスカルさん2月の18日に。2月の18日の予約販売ですね。でもこの匂いがね、すごくいいんですよ。いわゆるね、家庭のビーフシチューの匂いではなくて、いい洋食屋さんのビーフシチューというか、あ、うまい。もう匂いでうまいもん。いただきます。
わめっちゃうまっ。何これうまっ。これめっちゃうまいわ。ご家庭や定食屋さんのビーフシチューじゃなくて、もうしっかりと洋食屋さんのビーフシチューだ。本格的。この牛の脂とか生クリームなのかな、そういったまろやかさ、はあ、これうまいな。このねビーフシチューは2月の18日16時から予約を開始して、もう10食限定らしいので、食べたい方はねぜひこれ予約してみてください。予約方法に関してはツイッターですね、としちゃんで奥様の幸子さんのツイッターどちらかの方に DM をねいただければ予約が取れるということなので、気になる方はね連絡してみてください。これうまい。もともとね文福さんは牛を使ったメニューってのがほとんどないみたいで、仕入れがないから食数は多く作れないらしいんですよ。でもね本当にこれ常設していろんな人に食べてほしいと一口でね思うくらいガチビーフシチューです。あのなんか別に限定だからと言われて宣伝をしてるわけじゃなくて、好み、ものすごい好み。いやちょっとこの辺りで煮込みうどんか、冬だからってことでこの限定でねいただきましたけど、ちょっと寒いからね。うん、うまっ。あ、このかき揚げの油染みててうまいわ。うん、なんか店のこの作り雰囲気もそうだし、店主さん奥様とお話ししてる時もそうなんだけど、なんかねほんと実家感があるんだよね。もちろん料理が美味しいっていうのもあるんだけど、なんかね理屈抜きでここに戻ってきたくなるというか、もう僕も一応定期訪問みたいな感じで4、5ヶ月に1回ぐらいは遅くてもお店来てると思うんですけどね、毎回いいのよ。すっごい好き。あったまるな。ほっこい。そろそろこの手前にねいただいているちょっと鶏の照り焼きですね。うーわ柔らか。これもう持っただけで柔らかい。もんナイフもらってるんですけどかぶりつきます。うん、好きだわ。このね身はプリプリ柔らかいんですけど皮パリッパリ。うん、うまっ。多分タレと一緒に焼いてるんじゃなくて、しっかり鶏肉だけ先に皮目とか焼いてからこうタレ絡めてるから、ちょうどいい塩梅に仕上がってるんだろうな。うん、これ米だ。うまっ。ちょっとこの肉味噌もいってみるか。あ、うまそう。ちょっといただきます。あ、うまい、うまい、うまい。うん、あ、うまいわ。やっぱこの寒い時期の野菜系の炒め物うまいな。キャベツとかもやしとかすっごい甘いもん。うん、また食感がいいね。うまっ。うまっ。
ういえばさっきお店来た時にね、撮影前に店主のね、トシちゃんとお話ししたんですけど、今まではやっぱりこの大食いの動画を見てね、食べたいと思ってお店来ましたってお客様はすごくいらっしゃってくださってて嬉しかったっていう話はしたんですけれども、やっぱ最近はね、その大食い以外の YouTuber さんのこの視聴者様からもね、お見てきましたみたいなのが多いらしくて、なんか嬉しいなって話したんですよ。僕らもね、やっぱりこうお店を紹介したいと思っていろいろとね、動画活動をしてますけれども、僕だけだとやっぱり大食いが好きで見ている視聴者様のみにしかね、こういったお店を知っていただく機会を作ることができないので、いろんなね、やっぱこうジャンルの YouTuber さんが来てもらって僕の好きなお店を紹介してくれるっていうのはやっぱ嬉しいよね。だから皆さんもこの僕の動画を見たりとか、例えばそれを見てお店来たりとかね、した際にはご自身のこの SNS 等とかでもね、使ってなんか写真掲載していただいてね、この文福飯店さんとかね、もっとね紹介していただければ嬉しいなと思います。みんな来てね。うん、煮込みうどん食べたら体温まりすぎて汗かいてきた。あとまだ食べてないのがカサゴの煮付けとデミカツか。ちょっとここら辺は箸つけちゃうと持ち帰りが難しくなってしまうので、紹介でね、こちらがカサゴの煮付けでございます。これもね、いつもしっかりと煮込まれてまして、ホロホロで味染み込んでて美味しいんですけど、柔らかいのでね、ちょっと箸を入れずにそのまんま、続いてデミカツいきたいと思います。このメニューこんな感じで、薄焼きの卵の上にこの厚切りのカツとデミソースがかかってるんですね。ちょっとこれ僕も食ったことないよ。初めましての料理、いただきます。てかカツ柔らか。これちょっと画面越しで伝わりますかね、この厚み。カツめちゃくちゃ分厚いんですよ。それなのにね、噛んだ瞬間もうサクッと肉が切れるの。うわ、これうま。いや、もちろんね、この卵も美味しいしデミソースも美味しいよ。美味しいんだけど、それ以上にカツがうめ。これうまいな。うん、うまくて米が進むし箸も進むんだけれども、満腹感も進んでおります。もうね、30分以上食べてますからね、なんだかんだお話をしながら。今日はね、全メニューをしっかりと紹介したいから、一品一品完食はせずに今食べてますけれども、やっぱね、お皿が残ってるから画面上では結構残ってるように見えるじゃないですか。でもね、お腹的に言ったら間違いなく3キロ以上はもう食べてるよ。4キロいってんのかな。ご飯もあるし、うどんも食べ終わってるし、そっか、カレーパンも食ったんだ。そりゃ腹いっぱいになるわ。あ、なんか来た。帰りなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。残りも。そしたらどうしようかな。ちょっとこのね、汁気があるものは持って帰りにくいので、この肉味噌炒めとご飯、お味噌汁あたりは完食しちゃいましょうか。もうこれすごい量あるぞ。これだけは食っちゃいましょうかって言ったけど、今この3丼だけでも1キロ以上あるもんな。うん。あ、ビーフシチューあるんだ。ご飯にかけちゃうか。うわ、うまそう。これ米と。うわ、うまそう。あ、うまそう。うまい。あれだな、肉味噌は包んでもらおう。これ食べたらビーフシチュー食えなくなっちゃうわ。でも改めて店内見回すと、初めて来た時に比べたらだいぶここ変わったな。一番最初の頃はですね、ラーメン屋さんというか中華料理屋さんらしくですね、メニュー表が壁一面にずらーっと貼ってあったんですけど、やっぱり今はね、もう YouTube 撮影とかで皆さん来るので、こういったね、
記念写真ですとか、ここら辺のサインだったりとか、もう後ろの方も全部埋め尽くされてますけど、まあこういったのを見るとね、やっぱりね、文福さんはいろんな人に愛されてるなと思うよ。来たくなっちゃう気持ちわかるもん。もちろんね、基本的には初めて来られた際ってのは通常の量多分来ると思うんですけれども、多分動画見て来ましたとかお話いただいちゃうとやばいことになるかもしれませんただね、こちらのお店、パック有料で販売してまして、お持ち帰りももちろん可能ですので、ちょっと食い切れないかもと怖いなと思って来れてない方は、そのあたりね気にせず、ぜひね一度来ていただきたいです。多分ね、一回来ちゃうと本当に実家のような気持ちになって虜になると思う。何回も来ちゃうと思ううん、ちょっとあとシュウマイだけは食べちゃって、ということで、ちょっとねお味噌汁無理かも。本日はこのあたりでごちそうさまでした。ラスカルあんま食べてないよと思う皆様、安心してください、だいぶ食べてますはい、ということでですね、本日はこちら文福飯店さんで2024年ですね、初の帰省という形でですね、実家に戻るような気持ちでいろんな料理を楽しませていただきました。他の大食いの方のね動画を見てもらってもわかる通り、文福飯店さんっていうのはこの一品一品、まあ中にはね大きいスペシャルメニューなんかも予約販売はしたりするんですけれども、基本的にはこういう通常のね料理を提供してくださっているお店でございます。品数も多いですし、もしかしたら来店の際にはスルッとトシちゃんがですね、いろんなお客様に手が滑っちゃう場合もございますけれども、本当にこの近辺のみならずですね、県外からもお客様が来る人気店でございます。まだねちょっと気になってるけど行けてないんだよっていう方は、ぜひこの2024年を機にですね、この文福飯店さんで美味しい料理食べに来てみてください。今日はですね、僕これを持ち帰りますので、おそらく自宅での晩飯は三日三晩文福飯店だと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、私はお持ち帰りお願いします。ありがとうございます。